はい、じゃあいよいよ植え替えですかね。植え替えしていきます、はい、これは大体、ね、はい、植え替え道具。なるほど、めちゃくちゃありますけど、はい、入ってますね。ちょっとそれ全部使うんですか。いや、大体の上半分ぐらいしか使わないですねこのダララッと、おお、まあじゃあ使いながら教えてください。そうですね、はい、ちょっと置いといて、はい、じゃあまずはこの鉢をセットします。はい、それはなんかあれですね、100均のネットとかでも大丈夫ですか。あ、全然いいですよ。あ、いいですか、はい、やっぱプロはやっぱり違うわけですか、100均のネットとは。いや、プロも100均です要はこの砂が下に落ちなきゃいいんですよ。そうですね、はい、あ、それはちょっと特殊な止め方ですね。ちょっとそれの作り方を教えてもらっていいですか。あ、これはですね、はい、はい、針金を、なるほど、これを手で持って、はい、もう僕右利きですから、はい、こう左手をこう軸にして、はい、右手でこう巻きつけるんですけど、はい、でまず、まあ、この人差し指ですね、はい、左手、これを軸にして、はい、こうぐるっと一回って、はい、で輪っかを作って、輪っかを作って、で今度。上に作ったんで、はい、反対側に、はい、こう作って、はい、なるほど。で今この、はい、この上からこう、そうですね、下の針が押さえる感じ、はいはい、両方から押さえていく。そうそうそう、はい、これがだからこう下に回っちゃうと良くないんですよ。あ、下だとそうですね、押さえれてないですよね。そう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 、はい、ちゃんとこう上から。なるほど、それはプロの技ですね。みんなできますか。みんなはい、まあみんなできるプロの技。そうです、ね、なるほど。これはまあ、 僕はデンプシーロールって呼んでます。デンプシーロールって呼んでるんですか、はい、ちょっとデンプシーロールどんなんですかね。ちょっとやってみてもらっていいですかね。お相手してて、はい、こうだ。おう、なるほど。違うあ、すみません、あ、ごめんなさい、映ってませんでしたすみません、ちょっとカメラの、首のところがブレブレでしたね、すみません、はい、行きましょう、はい、じゃあ上から行きましょう、はい、まあ、これで繋が通らないんですけど、はい、この木を、はい、こうしっかりと鉢に固定するということが、はい、大事なポイントで、はい、まあ、そういろんなことがあるんですけど、はい、一番は根っこがこう安心して張れるようになるほどっていうのがあって、やっぱり根っこが元気だと木は元気で。そうですね、ですけどね。でちょっと針金を通す穴がないので、はい、こういうふうに、あ、穴が2つとか開いてる鉢であれば。そうそうそう、いいんですけど、はい、1個しかないんで、そういう時はこうやって、それは導線を絡めて、導線にこう針金を絡めて、はいはい、これで木を縛ればこうしっかりこうやってできると。なるほど、これはあれですね、はい、すっぽり抜けましたね。おそらくこういう形の鉢に植えてあったのを、はい、スポンと抜いてこれにそのまま入れたんでしょうね。あ、そうなんですか。はい、え、割と最近入れたんでしょうね。こうスポンと抜いて入れるとこの根っこが、はい、どんどん走るっていうんですけど、はい、全然抑制されないままどんどん伸びちゃうんで、はい、木自体は勢いはつくんですよ、はい、だけどこう小枝っていうのは根が走っちゃうとこのコネが出ないですから、はい、こう小枝を作りたいって時には、はい、こう走らしちゃダメなんですね。はあ、ちゃんと根を切り詰めておかないとダメなんです。はあ、そうなんですね。はい。だからこの木は小枝が作りたいのにこうスポンと植え替えてあったから、はい、あまり正しいことはしてないということですね。はあ、はあ、はあ、細い根がたくさんあるという状態は走ると。逆です。はい。太い根が、こう、はい、
どんどんそれだけが強くなって、はい、伸びていくのがまあ走るっていう。なるほど、はい、はい、ちょっと走ってきてもらっていいですか。はい、ちょっと行ってきます。はい、行ってきました。早かったですね。それはちなみに、はい、何で今土を落とされてました？熊で。熊で、ああ、そうですか。持ってない場合は、フォークでも大丈夫です。この木殺す2、3本の指に力を入れて。これがまあ、ネキリオバサミ。まあ、ネキリオじゃなくていいです。はい。見えない。結構がっつりいっちゃっていいんですね。ああ、全然いいですね。そうですか。これはでも、まあ、木がまだまだ若いっていうのもあるんでしょうけど、はい、そんなにシビアなこの根の選別というか、そんな線でいいですね。こんな程度だったら、はあ、楽勝楽勝。ある程度残してまた植えちゃうっていうのはあまりダメなんですか。もうしっかり切ってやった方が、こう崩してる時にやっぱり多少ないともダメージがあって、はいはいはい、そのダメージ部分はやっぱり全部切っておいた方が新しい根っこにこう自然とシフトしやすいと思うんですよ。なるほどですね。はい、まあそう、これ、うん、はい、細かいですけど、はい、これが水切り、水切り、はい、これが足、はい、でこの丸鉢っていうのはこの足が大体、まあ、3箇所か4箇所かついてるんですけど、はいはい、その足の中心が正面で決まってるんですよ、はい、あ、そうなんですか。結構ここが正面かなと思っちゃうんですけど、はい、実はこっちなんですね。ああ、なるほど。あ、でもこの足が結構こう飾りがついてるとかいう場合があるんで、はい、やっぱりこう横に見せちゃうよりはちゃんと、はい、その飾りを前に持ってくるっていう。なるほど。そういうこともあるんだと思いますね。はいはい。はい、へー、初めて聞きました。勉強になります。はい、豆知識。なるほど。小角っていうのはだいたい色のある鉢は使わないんですけど、はい、杉とかヒノキって、はい、僕も最初この小角、はい、まあね、見た目はちょっと近いですよね。そうですよね、はい、でやっぱり色鉢ってあんま使わないもんなんかなと思ってたんですけど、はい、いや、杉ヒノキはどうも使っても、はい、なんだ、伝統的にも問題ないだし、そういう伝統を壊していくような方だと僕はお見受けしてるんですけど、ちょっと誤解がありますそうですか。はい、伝統は守りたいですね。どっちかというと。あ、そうですか。はい、温故知新したい。温故知新。人のチャンネルは何なんだろう。カットだからいいんだよ。今何をされてるんでしょうか。ザク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 。これはもう完全に憎しみがこもっているような感じですかね。愛です。愛ですか、なるほど。愛などいらぬラオですかね。急にあたりラオが脅威してきました。全然いいですよ、ね、はい、このまあ砂が、はい、隙間なく、はい、さっき言ったこの木の根っこに、はいはいはい、この砂がきちっとこう密着して、はい、根っこがこうちゃんと出れるように、はい、うんうん、こうしっかり敷き込むっていうことが大事です。今じゃあそれをされてるってことですね。その棒は何かやっぱり特殊なものなんですかね。これは竹を削ったものです。ああ、そうなんですか。
持ってない場合はどうしたらいいですか。まあ何の棒でもいいんじゃないですか。あ、そうですかね。はい、こういろんな棒があるでしょ。はい、あの全然使える棒から順番に使っていってもらえば。じゃあ硬めの良さげな。そうですね、硬くて長くていい、ちょっと反りがあるぐらいですかね。棒でいきましょうか。じゃあ、はい、反り待ちだそうです。はい、目反り待ち。いいですね、雰囲気出てきましたね。あ、いいですね。汚いこれしかないんですか今。じゃあちょっと、はい、暑い季節ですので、はい、おお、表面に苔を張って、なるほど、保水効果を高めておこうと思います。なるほどですね。それはかなり高級な、これはあのいい苔ですね。ああ、綺麗ですもんね、確かに。はい、できた。出来上がりですか。出来上がりだ。すごい。だいぶ使ってなかったやつ。いや、ちょっとなんで、一気に。いいですね。サルフェイさんもいらっしゃるし。いいですね。なんか、あの素材だった木だとは思えないですね。エントランスにどうでしょう。素晴らしいです。よかったらコメントもいただきましょうよ。なんかこう、サルヘイさんに、ね、今度こういうのやってほしいとか。あんまり無茶なことはできない。いや、無茶なことをむしろやるんじゃないですか。バンジーしながら植え替えするとか、なんかないですか。できんわ。ぜひぜひコメントお待ちしてます。よろしければ、はい、チャンネル登録の方も。はい。今後いろいろね、やっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。